リボンの作り方。260ピンクに80センチほど空気を入れます。10センチのバブルを一つ。輪ひねりを一つ。絞りひねりを二つ作ります。同じ大きさの輪ひねりをもう一つ。10センチのバブルを作り、残りはしぼませます。これで完成です。お疲れ様でした。